100% うまいやつ。はい、どうもー、料理のりさん、料理でーす。ということでですね、どっから声出てんだみたいな、ね、感じなんですけど、僕酔っ払えば酔っ払うほど声が高くなってきちゃうんですね。ちなみに僕が一番似ている芸能人っていう風に言われてる方がガンコちゃんですね。ということでですね、週末に迎えてきてるんですね。パパッとやりたいなと思ったんですけども、これはね、シラフの僕に文句言ったら、鍋最後に持ってくるかと、どちらかというとレンチンものじゃねえかと思ったんですけども、材料買っちゃったんで消費しなきゃいけないんでね。今回ね、何の鍋をやるかっていうと、無水鍋ってよくやるんですよ。水を使わない鍋っていうのをやるんですけども、無水鍋の中でもですね、非常に僕が気に入ってる無水小松鍋。僕ね、小松菜大嫌いなんですよ。えぐいじゃないですか、味が。肉と合わせても何も美味しくないと思ってたんですけど、本当に小松菜って美味しいんだなと思ったら、鍋がこの無水小松鍋なんですね。小松菜ってね、調理次第でめちゃめちゃ美味しくなる。今日は無水小松菜鍋を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。そういうことですね。僕もう今から調理始めていくと思いますんだけど、小松鍋、鍋物なのでやっぱ煮てる時に部屋の温度が上昇しちゃうんですよね。温度が上昇してしまうとやっぱ体を冷やさなければいけない。なので体をね、クールダウンさせていく。ほぼお茶、ほぼお茶、ほぼ麦茶飲んでいきます。あー、これがクールダウンする。これから作っていきます。で、まずこのニンニク、今回2かけ使うんですね。ケツを切り落として、まあ、ちょっと潰すだけですよ。芯がね、こうポロッと取れますんで、こうですね。粗みじん、こうトン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 やると粗みじんにね、結果的になっていきますんでね、こういうことですね。パッとこんな感じで 270g ぐらい、まあ、270g から 300g ぐらい。ここを、小松菜って結構土ついてるんですよ。だからね、小松菜やるときはね、洗ってください。よーくね、土をね、取ってください。洗ったら水気ちょっと絞ってくださいね。で、まあまあこんな感じで、まあ3、4センチ幅に切っていきます。はい、1、2人前の鍋が、ちっちゃめの鍋があるんです。ここに、ね、芯から入れていきましょうね。ここに芯は奥の方に入れる。パンパンに入れちゃいます。大体3等分ぐらいして、バラッと敷き詰める感じですね。なんで鍋物ってバラなのかなと思って、豚こまだとね、煮た時にね、結構硬くなっちゃうんですね。できるならバラを、買ってください。野菜の上に乗せて蒸し上げるような感じで仕上げていく。バラはね、煮てもね、脂身が多いので硬くなんないんです。これがね、バラのすごくいいところなんですよね。油鍋って何が油なのかって、ね、ごま油使うんですね。ごま油はね、大さじ3杯ぐらい、これもう適当でいいです。おさえ3倍ぐらいで、最初はね、強火です。皆さんは水気は絶対切ってください。シュワシュワいってきたら火を落とす。火を落として芝犬色、決して焦がさないように、ニンニクごま油の香りを逃がさないように僕の内に入れていきます。皆さん分かりますか？芝犬色になっても分かります？これ、これぐらいの量です。これ以上やっちゃうと焦げちゃうんで、はい、これぐらいの量で大丈夫です。1、2、3、4、5、はい、6。その味はね、ヤマキのね、かっぽだし僕使ってるんでね、ヤマキのかっぽだし使ってください。はい、大さじ1と半分でーす。もうこれでね、しかしたずつで酢風呂なんですね。弱火で蓋して、ピタッとするまで弱火でね、大体ね、20分ぐらいこれで煮ていきます。弱火でずっとコトコト煮てました。で、これがどうなってるのか、オープンしてみましょう。オープン。100% うまいです。この状態でですね、こうネギ、小ネギですね、パラパラとかけていきます。これ入りごまです。これ入りごま、これね、ひねりながら入れてください。ひねりながら入れるとめっちゃ香り立ちます。ひねりながら入れるとごまが潰れてですね、非常にいい香りが出てきますんで、できればね、こう入れごま入れるときはひねりながら潰しちゃう。これね、意外とね、知らない方いらっしゃるんですよ。無水小松鍋、完成でございます。はい、それです。できました。食べていきたいと思います。いただきます。この中で行かせていただいてよろしいですか。いただきます。すぐつのうちに肉はね、ほぐしていただいて、小松菜と一緒にね、これね、たっぷり小松菜と豚を、お塩です、ちょっと振りかけます。
当に美味しい。小松菜ってえぐみがあるから本当に美味しいなと思ったことないんですけども、無水小松鍋だけは小松菜マジうまいなと思いますよ。これいつの時期も安いんですよ小松菜って。黒鷹僕おすすめは塩なんですけど、味ぽんです。はい、まあ、ポン酢醤油ですね。塩で最初食べていただいて飽きてきたらポン酢醤油、これが一番おいしい。うますぎるよこれ。この鍋って世界一小松菜を美味しく食べれる鍋なんですよ。スタッフチャンス。じゃあこれで。ありがとう。はい、新品の箸なんで。いただきます。食べてください。うまっ。うまいでしょ。水入れてないけど酒の旨味だけ。小松菜っていうのはね 90% 以上が水分なんですよ。鍋にした時にすっごい小松菜からも水が出る。野菜の旨味と酒の旨味がたっぷり染み込んだ残った汁にうどんとか中華そばとか絡めてもう一回油そばで食うっていうのが食べ方なんですけども、これはもうお好みで大丈夫です。はい、で今回はね、僕がもう限界ラバーズなのでほぼこれ締めなのでやらないですけども、全部食べた後に残った汁に塩と麺類入れていただいて食べていただくってのもめちゃめちゃ美味しいのでやってみてください。ぜひやってください。あ、これ小松菜じゃないの入ってない。これ小松菜じゃなくない。これ何、これ小松菜の葉のかけらじゃない。食べちゃった。うん、これ雑草だね。うん、小松菜でもなんでもない雑草が入ってました。